でももうどうしようもないけどね。ただ、うん、言っとかないと。したらリードできないですもん、ね。うん。確かにリードそうだよね、ーーサードだけじゃなくてセカンドショートにも言っといた方がいいと思います。負けたらあれのせいだって言うよ。負けてもほら理由ができたから、まあね、まあね、あれが流れを変えたと。あれが流れを変えた。いや嘘嘘、そんなそんな岡田さん攻めちゃいけない。守備で守備で大意味で緊張感がある。今日はね、あの流れがいいから、こっちの流れだから、これぐらい大丈夫、途切れることねえから大丈夫、こっちの流れだから、それぐらいみんな集中してる。まあでも小原さんのあれが通ったから、一応分かってくれた。大丈夫大丈夫。これぐらいが僕取られてるしか、それから。そうなんだ。当事者か。逆の立場。やっとしちゃってもいいよ。さあ、初段の線は。あ、どうしよう、俺やるんですよ。なんだったら、打っちゃってもいいよ。打ったな、そこで。いや、もう一回まっすぐ回ってくるから。もう。その恨みはもうバットで。ナイスキー！めっちゃキヨー！師匠、もう一回当たろうなんて思うな。いや、当たってもいいけど。もう一回、殺されろ。おーおー、うまい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 、芸術的チャンス。すげー今の。すげえ、カメラ。屈辱だぞ、おい。カメラが触れた、今。翔子ちゃんに言ってきますから。すげえ、師匠。あれは屈辱だぞ、うまいな、俺もやりてえよ、あれ。俺が、女の子に撃たれちゃったぐらい屈辱だぞ、お前。ひでえ、それ。あ、危ない。危ない。報復しちゃう。またマイク入ってるからね。コントロールいいからね。それはもう絶対絶対わざとだろうって言われるよ。ゴー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 、よく見てよく見て、そこで止まってろよ。通り過ぎんなよ。さあ伊藤さん、楽に行きましょう。師匠、よくボール見て、ボールよく見て、こっち側こっち側こっち側だよ、足最後。そうそうそう、反対反対。ショー、よくボール見て、座ってろそこ。おー、行ったか行ったか行ったか。おっしゃー、回れ回れ、ショーショー、回れ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 、ショー回れ回れ回れ。今日は伊藤さんデーだな。うん、伊藤さんだ今日。3本って3本って、3本目だんだん出なくなった。すげー、ナイマッチー、オッケー、ナイスプレー。ダルベルプレーのカード生き残ったやつ。バットじゃない。早く早く、こっちこっち、ベンチベンチ。俺のバットだ。ナイパスっしょ。すいません。オッケー。アディオー。大丈夫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 。オッケー。大丈夫大丈夫。伊藤さん当たってる当たってる。さあ、ナビちゃん楽に、これ楽に。守備もいいですね。ねえ。今朝ね、今朝マラソンしてた。じゃあ調子いいわ。伊藤さんが。伊藤さんのマラソン。おっしゃ。おっしゃ。伊藤さん今日すごい調子いいな。おっしゃ。走り込んだから。すごいな。師匠。ライバル。ライバル。ライバル。びっくりしたね。びっくりした。すごかったね。まだ残ったからね。オッケーだ。タッチアップ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 。ゴー、来い来い来い。オッケー。ダメじゃん、ダメじゃん。なんか臭いくらいないぞこれ。俺右バッター結構しばからこれ走ってるね今日。ナイバーナイバーナイバー、腹素晴らしい。腹どう、今日来てますね。いいいい、素晴らしい。ベントボックスじゃないみたい。なんだ、すごいの取り出せんな今。タッチアップ、タッチアップ。すげえ。伊藤さん、じゃあ早いっすね。それより師匠歩いて返してたぐらいだ。それを褒めてもらいたい。伊藤さんは芯に当たればあれがあるんだよ。伸びたね、結構ね。伸びた。この回は2点入ってるね。どうっす。さあ、まず頼むよ、こっからも。いやいや、狙ってるんだよな。好きな、好きな、スピード。狙ってるんだよ。やっぱフライが続くと狙うんですね。好きなスピードだった。
感じさ、何歳取られた時はちょっとバタバタってさ、行くようなさ、相手を見そうかなって思ったね、そういう以上に打ち上げんじゃったそうですね、今日鈴木さんめちゃくちゃ魂してますからね、今日は調子ですけど、球速いね、今日は。カーブもいいですね、今日ね。ナイス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 。まだワンアウト、まだワンアウト。師匠のバッティングすごかった。ナイスナイスナイス。だよ。無理して打たないよね、ボールを。最後無理なことしないよ。ランナー出よ、ランナー。オッケー狙ってんな。ボールナイスプレイ。ナイスプレイ。今のボール、今のボールだよ、ボール。オッケーオッケー。なんかホームランしたがってるね。今ボールだよ、ボール。今の動きがめちゃくちゃいいですね。打ちたい、打ちたい、打ちたい、まんまなんだ。ナイスナイス。ああ、ショックショック。ああ、まだまだまだファーブルじゃねえか。さあ、打ち気満々だよ。ちょっとなんかいいメールになったから。何、ショックじゃなかった。入った入った入った。かっこいい。すげえ打球。取れねえよ。すげえ打球だな。早く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 。打つ気満々。すげえ打球だよ。あれもあれだ、すごい。俺じゃボールがこんななってサードにいたら俺避けるね、あれは。取らないやん。避ける避ける避ける。避ける。危ないしよ。取ったヒーローだよ。ヒーローだけど。怪我したくねえな。グローブ吹っ飛ばされそうだな。危ないよ、あんな打球は。8月じゃん。今月は伸びかけた。伸びかけてきましたね。ダメでしょ、だいぶね。打ちたいまんまだよ。来月、来月、伸びかけた。いや、8月は簡単なとこしかない。いや、簡単でもいいんですけど、組み立てなきゃいけなければ大丈夫です。そうですね。これ、バルシロゴリだ。大丈夫です。サンダルは全然、大丈夫です。師匠に打たれる。中尾明みたいな。師匠に打たれる。ショックで色々上がっちゃった。石田地道みたいなやつですか。師匠で。多分向こうでね、発行されます。すごい。いや、ただも止まらないよ。うん、そう。普通、5、6と思ってると思うよ。いや、本当にそういう人いないんですよ。誰の友達の分かんない。芸能人とかがテレビの撮影で入るじゃないですか。ああいうやつ。あ、あれ特別席ですよ。あれ、JRA の一番偉い人のダッピングが、俺らの視力とはまた違うんですけど。鈴木さん違ったの。俺もちょっとそれなりの格好してこうかなと思ってるけど、何だめに短パンはちょっとあれかなって。鈴木さんちょっと力の無駄遣い。だから短パンにな。こんなに振るわなくて絶対飛ぶのに。ね。で、飯とかも。え、そうなんの？さっきのダッピング。フルスイングしたら気が済まないんだね。ストレス溜まる。少しストレス、少しストレスが入る。野心ですよ。あの新潟の時の JRA 新潟の時の独占の応援を持っている放送局の社長が、サードでもショックだろうな。もし8回でこれ設定6で今日疲れも一緒になってますから、でどうするって言われたら、どうなってないでしょ。そういうレベル、そういうレベル。しかもベースの前に出てたの。それはレベルで、それはレベルあれだよ。一応ベースのやなきゃいけない。で、要は違うところに行ったら、東急動作で近くから車で来れば、うちのところ駅のすぐ近くに駐車場に入んなきゃいけない。上にいるか入ってなかったもん。入んなきゃいけない。あれって守備位置になるって高速乗ってる手前でみんなも来てる。これ、森永ちゃんの連絡が来てる。
すだけだったら今。そう、外すだけだったら。投げてくれ。狙ってんだもん、こいどこから来たかって言うんだよ。ああ、ないな、ないな。ああ、ピッチャーが言う、走っていいかさ。ないバッチ、ないバッチ。ああ、いいんだし。そう、バッター4番なんだから、ちゃんとほら、待っていてあげないと。してない。したら、もう投げたと思って。タイミングずれたよ。わあ、いい球。もう打率も勝て、打点も勝て、止まれなかった。ごめん、おばさん。最後あの余裕でアウト。ナイスイングだ。いいスイングです、いいスイング。もう一丁、もう一丁。ママ、スーサイ。これ、これ。小川さん、これいけるよ。これ流れが変わっちゃって。怖い。大丈夫、点入ってから大丈夫。センティリードじゃない。気持ちいい。だけてじゃあ。オッケー。あ、とうとう記録が。あれ、あれ、何、記録途絶えたの？記録がとうとう途絶えた。あら、残念。何の記録？連続出塁。途切れたね。16打席でした。18かな。ああ、いい形でリードしてますよ。